2001年6月に登場。翌年には日本で一番売れた車となったのがホンダフィットである。ヨーロッパではホンダジャズの名前で発売された。フィットの凄さは一言では語れない。パッケージング、走り、燃費、全ての要素が今までのコンパクトカーの常識を打ち破っていたのだ。全長3830mm、全幅1675mm、全高1525mm で、全長がやや長い以外はファイブドアのコンパクトカーとして常識的なもの。ところが中に乗り込むとその室内は驚くほど広い。特にリアシートの広さは圧倒的で、この部分の室内高はミニバンのオデッセイに匹敵するほどであった。さらにリアシートの座面を跳ね上げれば室内高は 1.3 メートルにもなる。その上、荷室も十分に広いのだから常識破りとしか言いようがない。この離れ技を可能にしたのが新開発のグローバルスモールプラットフォームだ。それまでリアシート下に置かれることが一般的だった燃料タンクをフロントシート下に置くことで低消化を実現。同時に衝突安全性能向上とショートノーズ化までを可能にした画期的なプラットフォームである。エンジンは新開発の 1.3 リットル直四 DOHC。 一見すると平凡だが IDSI という二点位相差点火制御とマルチマチック S という新世代 CVT を組み合わせて1リットルあたり23キロという低燃費を実現している。こうした抜群の性能が認められて、フィットは2001年の日本カーオブザイヤーを受賞。名実ともに日本を代表するコンパクトカーとなったのである。